皆様、こんにちは。カスタマーサクセスのサクセスです。今日は、ネットワークデバイスの導入が簡単にできる、Cisco DNA センターのプラグプレイ機能を紹介したいと思います。ネットワークを運用されている皆さん、このようなお悩みを抱えてないですかネットワーク機器の新規導入、設定に時間がかかる、もっと簡単に、素早く、ネットワーク機器を導入したい。 このようなお悩みはありませんかそのようなお悩みをお持ちの方、ぜひ、シスコ、DNA センターのプラグプレイ機能を使ってみてください。ネットワークデバイスの新規導入を簡単に進めることができます。それでは、プラグプレイ機能の流れをご紹介します。まず最初に、シスコ、DNA センターに、ソフトウェアイメージと初期コンフィグを事前登録しておきます。 そして、作業日に新規ネットワーク機器の電源を投入し、ケーブルを接続します。すると、事前に登録しておいたソフトウェアイメージと初期コンフィグを新規ネットワーク機器へ配信することができます。このようにプラグプレイ機能を使うことで、誰でも簡単に素早くネットワーク機器の導入ができるようになります。それでは実際に、プラグプレイ機能を使って、 新規ネットワーク機器を設定してみたいと思います。これが Cisco DNA センターのトップ画面です。左のメニューアイコンからプロビジョニングプラグプレイの順でクリックします。こちらの画面ではプラグプレイ機能でソフトウェアイメージ初期コンフィグの配信準備ができているネットワークデバイスの一覧が表示されます。この一覧にデバイスを登録するには 新規ネットワーク機器からの登録要求を使って自動的に登録する方法や、ネットワーク機器の情報を手動登録する方法があります。また、スマートアカウントを使って、購入時の情報を登録する方法もあります。それでは、実際にプラグプレイ機能の設定を進めていきましょう。ここからの手順はネットワーク運用者の方が、リモートから実施する作業です。まず、 対象デバイスにチェックをつけて、アクションから、請求をクリックします。すると、ウィザードが立ち上がります。最初にデバイス名を入力します。その後、新規ネットワークデバイスを導入する拠点を指定します。割り当てをクリックすると、サイト一覧が表示されますので、対象のサイトを選択してください。サイト情報の選択が終わりましたら、右下の割り当てをクリックしましょう。そして、 サイト情報が正しく反映されていることを確認しましょう。問題なければ、次へをクリックします。続いて、イメージのリンクをクリックしましょう。この画面では、まず、新規ネットワーク機器へ配信するソフトウェアイメージを選択します。そして、初期導入用のテンプレートを指定します。ここで一旦、テンプレート機能について少しご紹介します。Cisco DNA センターでは初期設定や運用時に使用する設定情報をテンプレートとして定義することができます例えばプラグプレイ機能で使う初期導入用の設定をテンプレートとして定義できますまたテンプレートに変数を含めることが可能です変数を使うことにより1つのテンプレートでデバイスごとに異なる IP アドレスなどの設定を個別で設定できるようになります機器ごとに複数のテンプレートを作る必要がなく 一つのテンプレートを汎用的に活用することができます。それでは、Cisco DNA Center の画面へ戻りたいと思います。繰り返しになりますが、この画面にて新規ネットワーク機器に対して配信するソフトウェアイメージとテンプレートを選択します。終わりましたら、保存をクリックします。先ほど選択したソフトウェアイメージとテンプレート名が表示されていることを確認し、次へをクリックします。 次の画面では先ほど指定したテンプレートに変数が含まれていた場合その変数に対して設定値を入力します今回のデモではループバックアドレスが変数になっておりましたので IP アドレスを入力したいと思います終わりましたら次へをクリックします最後のサマリーではプラグプレイの設定内容を最終確認しましょう右側の D0 設定プレビュー をクリックすると、細かい設定情報を確認できます。問題なければ、請求をクリックしましょう。確認メッセージが表示されますので、はい、をクリックします。そうすると、プラグプレイの処理が開始されます。コスト名のリンクをクリックすると、現在の処理の進捗を確認できます。ご覧の通り、プロビジョニング中になりましたので、処理が開始されました。処理が完了すると、 インベントリに追加されましたというメッセージが表示されます。履歴をクリックすると処理の内容を確認できます。必要に応じてご確認ください。最後にプロビジョニングタブをクリックして現在のステータスを確認しましょう。このように状態の項目がプロビジョンになっていれば無事に処理が完了しています。このようにシスコ DNA センターのプラグプレイ機能を使えば簡単に 素早くネットワーク機器の導入ができるようになります。ぜひ、この機会にプラグプレイ機能を利用されてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。これからもサクセスチャンネルをよろしくお願いします。